ちょうど去年 の, あの、はい、ここ25周年でやった時に あのリミットブレイクトレーラーっていうのをなんか、うん、初お披露目したんですけど、うん、その時の曲ですかね。あれですわ。あのちょうど Q14 と CC14 が開発の中でも結構もう、うん、ダブルラインでも結構もう忙しい時に、はいはい、さあ新生に乗り換えるぞみたいな、うん、結構開発の中でも結構こう、ね、エンジンを切り替えるギアを切り替える時だったと。でそのなんかこうなんつうんですかね、鼓舞する感じをこう開発の中も外もなんかこうできたらいいなと思って作った曲だった。そう、あの時そのベンチマークに、そのもともとベンチマークにいずれこれは使うからね、はいはい、これ、はい、この見たトレーラーがそのまま皆さんの PC で動くものにしようって話をしたの で、 そうです、ね、あの時のリミットブレイクトレーラーは新生14のイメージの第一歩だからそれにふさわしい曲をっていうね。そうですね。またかっこいいこと言いながら超漠然な話をしてね上がってきた。で最初はやっぱりプレリュードのなんか旋律もなんか入れたいなとかいろいろ考えてたらなんかあんな感じになったまあ結局あの行き帰りね、あの会社の行き帰りで、うん、あのスマホ持ってるんですけど、あそこで鼻歌フーフーして50鼻歌ぐらいの中からの一つからこう選抜された。はい、ある、はい、鼻歌からなの。鼻歌ですね、あれ。あ、なるほど、はい、自分を鼓舞させて聞くんじゃなかったなっていう感じがはい、まあ、鼻歌から生まれたリミットブレイク。そうでした。あの曲が一番思い出に残ってると。はい、はいはい、ありがとうございます、はい、では次行ってみましょう。こちらです。